ビジネスライブラリー信州の挑戦者たち。長野県立大学理事長の安藤邦武です。信州には独自の価値を追求し発展を遂げてきた企業が数多く存在します。信州経済を支えるビジネスリーダーたちへのインタビューを通じて現代社会を生き抜くヒントを探っていきます。今日は日生観光株式会社代表取締役社長であり飯綱町のゴルフ場長野国際カントリークラブ総支配人の古木宗一郎さんにお話を伺います。第1回の今日は創業から現在までのお話です。私にとっては実家の会社です。はい、毎年この長野国際カントリークラブが家族の旅行先だったものですから本当に私にとってはもう田舎みたいふるさとみたいな、なんかそんな場所です。祖父が富山の出身 で家が鎌倉だったんですけれども富山から鎌倉への帰り道この丘を見たらいやこれは素晴らしい景色だとここにゴルフ場を作ったらいいんじゃないかということでですねすぐにセスナを飛ばして航空写真を撮ってそしてそこにゴルフ場を書いて創業させたという経緯がございます。大胆だなと思ってダイナミックだなと思っていやそんなこと僕にはできないなと思いましたね。最初の時は祖父が亡くなって、後継者がいなかったので急遽銀行さんのご指導のもと代表取締役専務として使わせていただいたので本当に右も左も分からない状態で途中でですね夜間の経営学の大学院に通わせていただいて、まあ、当時本当に倒産の危機でしたので、そういうふうにしてしまったやっぱり同族の後継者ですから過去の整理整頓だけ、やって、やらせていただいてそれが終わった段階で一度身を引かせていただいた次第でございます。はい、たまたまですねその大学院に行ってた、まあ、先輩からですね会社のね危機に対して、いろんな実績があるんであれば、企業再生の仕事をしてみないかという声がかかりましてですね約10年の間は他の会社の経営危機を経営者として立て直すようなピンチヒッターみたいなですね、仕事をさせていただいてました。お客様の目線からものを見なければ、うまくいかないんだっていうところが一番の学びだったと思います。たまたまなんですけれどもですね私が企業を再生させていただいている組合があったんですね。そこにですね私の実家の建設会社の案件が持ち込まれたということがございましてですねでこれお前の会社じゃないのかっていういやうちの実家の会社ですねっていうことになりある日銀行さん呼ばれましてですねそうじゃんお前いい仕事してんなとそういういい仕事してんだったらこういう案件があるんだけどどうだいやってみないかいって言っていただいた案件が長野国際カントリークラブだった。本当に小さい時から大好きだったこのゴルフ場の社長になれるということはですねああ頑張ってきてよかったなっていうふうに本当に思った次第です。ねこう話しててもちょっとねうるうる来ちゃいますけど見ててくださる方見ててくださるんだなと思って本当感謝した次第ですね。実はこの後思ってもいない苦難が待ち受けていました。次回は巡ってきました2回目の経営のバトンについてお話を伺います。ビジネスライブラリー信州の挑戦者たち長野国際カントリークラブの協力でお送りしました。